カステラ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はじめましての方は、はじめまして。久しぶりの方はお久しぶりです。どうも、トグス。暗いです。あ、強いです。ただ、ロンコン。ずっと。ロンコン回ってない。寒いんだよ。まあ、仕方ない。大寒波やぞ。これをやってみようじゃないかということで。おお。ね、ギャザの診断が出たんでね、こちらでブードラを適当に掴んで買ってきたから、うん、絵柄バッグにしたんで。一応全部同じパックなんだね。一応全部同じパックです。あ、人が違うんだね。パッケージが大ージ結構違うので。うん、はい。人が違うんでこういうパックとなってます。なるほど。で、これをね、3パック、1人3パックずつ買ってブーストドラフト。はいはい。ブーストドラフトっていうか、まあ、なんか、シールド戦、うん、っていうのをやってみようと思います。なんかブースターを向いて、そのカードだけでデッキを作るっていう。うん、がね、戦っていこうと思います。うん、じゃあ、ピックしていこうか。はい。好きなパックを1人ずつ取るんだ。じゃあ、豆腐から。俺が先輩から俺のターン。ギデオン一人しかいないギデオン。二人いるわ。俺は新参者だな。最後だから。新参者どうぞ。じゃあこの真ん中のやつ、うん、黒岩とか言おうね。すいません。じゃあつみれは、うん、やっぱ女の子かな。これだな。じゃああんまり可愛くない。じゃあ鬼畜王ジェイスで。じゃあ黒岩このさっきのギデオン。ギデオンで。つみれはまた女の子かな。ミスされ。じゃあこれで、はい。で、ラスト。ラスト。ラスト。あー、ここはあえて、俺はニッサを取るね。お、じゃあ、男キャラで。おー、俺全部、全部女じゃん。はい、というわけで、なんか3泊シールドがね、ググったら30枚以上のデッキを作って勝負ってことなんで。うん、はい。で、どんどん向いて、どんどんデッキ作って。制限時間、はい。向く時間含めて、10分だ。うん、10分 ?10 分カットしまくるから。全然ルールわかんないから。はい、レディーゴー。はい、はい、はい。OK。向いたの見せればいいんだよね、とりあえず。あの、この。俺たちには見せなくていいよ。カメラにだけ見せる。カメラに見せる。おーおーおー。向き方。向き方。うわ、めっちゃ入ってるよ。ちょっと俺、どちらか書けないと俺、出せないから。やべ、ゲートウォッチ全然調べてないから強いのか弱いのか分かんない。ザクの割り。これ人のパック見えちゃうよ、これ。見えちゃうね。これでブレインズウォーカー俺は引く。キラキラしてるカードってあるの？一応フォイルってのがあるけど、フォイルよりも右のエルドラージとかなんか種族名が書いてる右に黒いのマークあるじゃん。それが黄色がレア。黄色があんこも。うん、今黄色あった。黄色一パック必ず一枚出るから。カード引いたカードの強さによって変わるのがこのゲームですよ。引いたカードが強いのか弱いのかよくわかんない。全員マナ、うん、俺もわかってない今。でギャザシールド戦やるときのあれは、なんか能力見て強そうだなと思ったら入れるとか、はい、新規、どのキーワード能力によるのかっていう。ああ。ので考えるといいらしいっすよ。なるほど。マナの見方はわかるよね、クルちゃんは。一応前にちょやったから、うん、ちょろっとやったからです。あれこれ2周知ってる？はい、ごめんなさい。白。ほう、ほう、おお、やった。やったけど俺が使いたやつじゃない。これ高いやつだ。やった。そうなの？え、1500円するやつってた。マジで？すごいじゃん。やった、爆破だ。わからないけど、これどうやってできるの俺。まあ、なるだけ。僕らわかんないよね。なるたけ色が同じになるように食えばいいんじゃないかな。2色ぐらいに絞った方がいい。あと今回血色って言って色がないやつあるから。あー、さっきなんかあったな。まず色分けで相当した方がいい。なるほど。腕が痛いよー。伸ばしてかな。はい。色結構あるんだね、なんか。いろいろ分かれてるよ。
ね、血色ってない これはそれは違う、トークン。これはトークン。血色ってのは、ここに血色とか書いてある。ああ。ここにテキストで書いてあったり、下半分が、色が違うっていう、こういうやつ。はいはい、ああ。こういうやつとか、あと、なんか、そもそもここに何も色がないやつ。はいはい。まあ、アーティファクトと見分けがつかなかったりするんだけどな。俺黒がいいな。あ、こういうやつ？それはアーティファクト。これはアーティファクト。うん。まあ無色ではある。あ、無色。すごい。住所不定。無色。などと意味不明な供述をしており、今後の対応に期待が持たれるでおじゃる。キャストどうした？いや、モンスターがマナになってたけど、そのマナが別枠になりますよっていうだけのゲーム。で、右上に数値あるじゃん。うんうん。そこの数値が、何でもいい、1とマークが入ったら、1、例えばここのカードだったら、うん、1は何でもいいから色適当なの払ってね。で、プラス緑と白も一緒に払ってねっていう。お、う、ー、ん。計3マナのカード、これは。うんうんうん。っていう感じ。なるほど、ね。2って書いてあったら、それは2マナプラス、色が指定されてたら、プラス、もう1マナ白で払ってねっていう。他はデュエマと似たようなルールだから。なるほど。じゃあ平地とか結構いっぱいないとダメなんですか？貸し出しでここにあるんで。あ、それか。うん。基本土地は好きなように借りてっていいです。特殊な土地が出た場合は特殊な土地を自分のデッキに入れることは可能。おー。2色の土地とかあるから。うんうん、あるね。あ、これか。曲がりくねるかとか。とか、なんかまあ結構レアな土地とかもあるから。へ、うん、面白いね、なんかね。俺、まず何を使おうかな。これは青と。リミテッドのイベントでは、荒地はカードプールにある場合のみ使える。マジかよ。混ぜれねえのかよ。どうぞ。これは青でも黒でも使えるっていうこと？青か黒を加えるって書いてあるから、青か黒なら使える。ああ。青か黒を出すときに、うん、じゃあ、使える。使える。これは。基本土地何枚までとか。何枚でもいい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 。あんまりでも、増やすと。だよね。でも3色になりそうだな。この怒涛っていうのは、特殊能力で、過去書きで説明書いてあります。その前に一個、呪文っていうのは、クリーチャーでもいいからなんか出してると、っていう話。誰、このゲームにおいて呪文っていうのは、クリーチャー呪文とか、インスタント呪文、ソーサリー呪文って言って、はい、カードは全部呪文って言われる。パーマネントっていうのはカードのこと。要は、他の、要は自分か自分のチームメイトがカード出してたら、呪文を怒涛コストで唱えてる。その右にあるコストで離れる。上にあるコストより安いじゃん、はいはい、多分。はいはい、なるほど。うん、っていうこと。どういうことか。アーティファクトを引けなかった俺は負けるに。いや、てか無色のクリーチャーはとりあえず突っ込んどいて損はないから。ああ、この、血色って書いてあるようなやつを。いや、血色じゃないやつ。血色じゃない。あ、血色か。血色じゃないやつ。右上が、色指定がされてない数字だけしか書いてないやつ。ああ、うん。今回から無色っていう新しいカードが来ちゃったから。あるかな。何でもよかったんごっていうのがないとなったんだよね。これ。あ、みたいなの。こういう書き方されてる。あと装備品とかアーティファクトって書いてる。特徴の方に。ここね。クリーチャーとか書いてあるな。うん、うん。あ、でも、やべえ。無色のクリーチャーはいねえ。アーティファクトとかはあるけど。アーティファクトは無色で。無色のクリーチャーはエルドラージとか入れて。エルドラージはいるけど、まあみんなある程度色指定はされてる。ちなみにここのカードはサイドボードになりまして、余ったカード。はいはい。試合が終わった後入れ替えることが可能です。おー。やべ、何も定まってねえぞ俺。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。